神奈川の戦いは、天正十年六月十六日から六月十九日にかけて、織田信長が本能寺の変によって廃止した後、織田方の滝川和正と、北条氏直、北条氏国が武蔵国上軍周辺で争った戦い。天正神後の乱における戦闘の一つにも数えられる。戦国時代を通じて、関東地方で最も大きな野戦とも言われている。 関東の戦国大名後北条氏は、天正8年頃から、小田氏と同盟関係にあり、当主氏直と信長の即女の縁組も実現、間近だった。信長が当時敵対していた武田勝頼の室は、氏直の父で、北条家前当主、北条氏政の妹にあたる。このため、当初、氏政の政権は親、 武田を模索するが、上杉氏の大盾の乱における勝頼との対立によって、第二次交渉同盟は破綻した。この後、北条家は、織田家との同盟に関をかけて取り組んでおりたい武田に、大軍の動員体制を取った。天正10年2月、信長の着難、織田信忠を対象とする、織田軍は単独で、電撃的に進行した。結果的に、 北条軍や信長の本体が進む以前に、武田家はあっけなく崩壊する。この際、焦った北条家から、小田家に対して、信仰の気を見るために戦況を伺った記録が、残っている。こうした記録により、小田家は、表面上の友好関係でことしながら、戦後の利権などを有利とするために、情報封鎖を勧告したのだと考えられている。北条軍は、戦意をせながらも、 東海道から、駿河方面への進出と甲州街道から、海の国軍内あるいは、上野方面への方針が定まらず、丘陵の駿河東部の武田家の勢力を駆逐するなど、一定の成果を上げたものの、戦略的には、往左往する。上野方面では3月12日に、北条氏国が、真田正幸に、北条家に振るう書状を送っているが、大きな戦果を上げられず、 武田家滅亡を迎えた。公衆征伐終了後の3月23日、織田信長は、重臣、滝川和正に、上野一国と品野の証券軍、作軍を与え、織田家に従った関東諸公をそのより木とした。和正は、箕輪城、ついで、馬屋橋城本拠都市、北家の沼田城に、滝川駅中、西盲の松井田城に、津田秀政作軍の小室城に、 道や省営を置いた。残る武田領は、3月29日、川尻秀高が海一国と諏訪軍、森長義が品の四軍、毛利長秀が稲軍を与えられ、木曽義政が木曽谷と安住軍、千熊軍を安堵された。したがって、北条家の領土の画像はなかった。勝ズは新領地統治にあたり、関東の諸将に対して本領を安堵することを申し渡したため、 近隣の諸将は人質を伴い次々と出資した。この時、佐野市の天徳寺法園と、倉賀の城主の倉賀の集計は、側近とされ、関東の佐竹義重宇都宮国綱、里見義より、さらには、欧州の伊達明州、足名森高と連絡を取っている。しかしながら、千葉国種、武田と義家は、出資を拒否し、小学坊、足利義氏とその家臣、 柳田誠介にはカズマスからの連絡自体が行われていなかった。天正10年5月には、カズマスは諸領主を馬屋橋城に集めの工業を開催、着難、次難を伴い自ら玉鶴を待っている。この工業には、北条家も参加しており、表面的には、両家の友好ムードは一層高まっていた。滝川家中では、北条家の勢力を南方と呼び、 丁重な応対がなされていたが、その一方でカズマスは、義オ城を元の城主である小山秀綱に変換させるなど、北条側に不利な裁定を下すこともあり、織田家との同盟に関をかけているとはいえ、関東関連の座を従前から施行する北条家としては、内心をやかならざる状況でもあった。特に、上野が織田直轄領の関を停止、佐竹義重を頼っていた。 大田助政、梶原正影親子までもが和正に施行すると、北条家にも焦りや織田家に対する不信感が芽生えていた。本能寺の変と常習書承6月2日、織田信長が本能寺の変によって押ししてしまう。6月9日、和正にもその方が届き、死の平介守、津田自衛門、滝川駅住等の家臣を呼び伝えたところ、滝川駅住等は、このことは、 上野州に隠密にして上落することが当然である。国人を集めて披露するなど軽率なりと申し出た。しかしカズマスは還元もっともなり、しかし決して軽率ではない。悪事里佐藤くということわざがある。国人が信長公の指揮を他から聞けば我々に閣意を持つであろうから、急いで上主どもを呼び集めよと巡る柿を使わした。この頃、美輪城を明け渡した。 大東正月は無本を疑われ、内藤家に身を寄せていた、星名正俊、星名正直等と共に一門命運を尽きたと、覚悟していたところ、本能寺の変の知らせと合力の使いが、滝川法よりもたらされ、驚くと共に安堵したと伝わる。6月10日、上州の諸将を集めた和正は、信長不死教変を告げ、我らは上方に馳せ帰り織田信を、信高良公を守り、 光秀と一戦して、千君の重音に報いねばならぬ。この木に常時数正の首を取って、北条に振る手土産にしようと思う者は遠慮なく、戦いを仕掛けるがよい。それが氏は、北条勢と決戦を交え、理不利に関わらず上方に向かうつもりだ。と述べた。6月11日、数正は長政寺で農を興業しているが、そう構えを大竹にて二重に作るほどの、 厳重ぶりであり、上野州を打ち果たす計略ではないかとの噂が、北条高広の家臣らの間で流れたという。一方、カズマスは6月12日付の書状で、上方の安否を聞いてきた小泉城の富岡秀隆に、対し、京都の情勢は、それ以後なんとも聞いてはおりません。別に変わったことはありません。と書状を送っている。カズマスが集め真実を告げたのは、 上州諸将のうち、北条高弘など主要な武将のみであったとも考えられる。沼田城の戦いこの方に際し、沼津城主の藤田新吉が和増に対し反乱を起こした。藤田新吉は、越後の長尾が守るに使いを出して、上杉影勝に通じ、五千の兵を率いて、滝川駅中の兵四千が守る沼田城を攻め、水車の一つを占拠した。 6月13日、駅中から報告を受けたカズマスが2万の兵を率いて、駆けつけると、藤田新吉は破れ去り、泣く泣く越後へ落ち延びた。旧武田領の混乱後の頃、北品野の森長吉、南品野の毛利長秀は領地を放棄してそれぞれ、美濃と大荒に帰還し、甲斐の川尻秀高は18日に、武田維新により殺害されている。本能寺の変は、 北条氏にも伝わっており、6月11日、北条氏政は、深谷の狩りの一案から本能寺の情報を得たことを、滝川一益に伝え、引き続き協調関係を継続する旨を伝えている。ただし、狩りの一案は、北条氏テルの過労であり、すでに、深谷まで氏テルの軍勢が北上していたことも、示していた。さらに、北条氏は6月12日には、 両国に動員令を発動しており、織田信長と信忠の死が確実な状況となると、北条を宇治政、宇治直、宇治国、宇治則が率いる5万の兵が上野に侵攻した。上野を治めて、まだ3ヶ月しか経っておらず、軍の統制が十分に取れていない数正は、馬屋橋城に、滝川忠之、松井田城に、津田秀政と、稲田九蔵の兵戦5 0 0機、小諸城に、 道や省営を残し、一万八千の兵を引き、北条勢を迎え撃った。北条方の武将滝川方の武将6月16日、北条氏直が、倉賀の方面に進軍した。6月18日、初戦は、滝川勢が、北条氏国の配下であった、斉藤三戸とその弟、斉藤元盛が守る金久保城と河井城を攻め、陥落させた。さらに金、 久保県で行われた合戦では、信玄、勝頼の急進を主体とした、上州州と滝川勢が、北条氏国の八方州五千と戦い、石山大学、穂坂大井之助を打ち取ったが、上州州も佐伯伊賀守が打ち取られた。しかし最終的には、北条方が敗れて、追撃を受け204人が打ち取られた。またこの戦いに、北条氏直も参加し、 八方衆三百人に加え、宇治直の身辺の物多数が討ち取られたとの記録もある。六月十九日の合戦では、まず、北条宇治直が二万の兵を率い、滝川一正は手勢三千を率いて戦い、北条宇治直の兵が敗走した。北条宇治正はこれを見て一万の兵を、弟の北条美の守る宇治乗に与え滝川勢を囲み攻めた。は、 当初の手はず通りに、皇人の上州州を投入しようとしたが、北条高広をはじめとする諸将の出足が鈍く、進軍してこなかった。これを見て、滝川一正は、関東州は頼りにならないと考え、運は天にあり、死生命あり、敵中に打ち入れて、討ち死にせよとゲージして敵中に打ち入った。このため、囲んだ北条方は逆に追い立てられ、最後には、 北条氏のりが三十機ほどで打ってかかり滝川勢と渡り合った。この時、北条方の三百四人が打ち死にしたという。しかし兵を立て直した北条氏直が再度滝川勢を攻めると、滝川一正もついに敗れ、有国には敗走した。この時、滝川方の重心、篠岡津田、大田、栗田など五百機が踏みとどまって打ち死にし、 滝川法の上州州では、木部貞田とも、倉賀の集計のことをが討ち死にした。同十九日、滝川和正は、倉賀の城を経て、馬屋橋城に退却し、城下の長政寺において戦死者の供養を行った。翌二十日、和正は、上州州の人質であった、北条隆弘の次男などを解放し、そして同や、上州州を美濃和城に集め、別れの主演を開いた。 この時、カズマスが自ら、鼓を打って、武士の交わり頼みある中の主演かなと歌うと、倉賀の集計は、名残今はとなく鳥の、と歌い、互いに名残を死んだと伝わる。カズマスは立ち、なぎなた、金銀、秘蔵の掛物等を、上州税に与え、深夜に、美濃和城を旅立った。翌21日、滝川カズマスは、松枝城にて、津田秀正とその期か、 1500機を加えて2000機の兵とし、薄い峠を越え、同日のうちに、道や昌栄が守る小室城に着陣した。カ正は、ここで、佐久軍、小さ型軍の国衆の人質を、木曽義政に引き渡すことにより、木曽谷の通過の容認を得て、27日に小室城を建った。この時、カ正は、小室城を、与田信ブに引き渡す、よう、 道や省営に命じたという。翌28日に、滝川勢は、下諏訪につき、ここで、木曽義政の通行認可の返書を受け取り、木曽谷を通過し尾田家の両国である美野に入ると、終わりの清杉て三方子に拝礼し、7月1日に、伊勢長島に帰還した。勝利した、北条氏直は、滝川一正を追う形でそのまま、薄い峠を越え、 6月26日には、作軍の諸号を侵入させた。7月9日には、真田正幸が吉見を通じ、小室城まで進出、さらに木曽吉正康は頼忠に、所要安土城を与え、品野も半ば支中するかに見えたが、同じく北品野に進軍してきた、上杉影勝と対峙することになった。また同9日に会を徳川家康が抑えており、さらに、 南ナノを伺ったため、三つどもへの対立へと発展していった。なお、カズマスが、木曽義政に引き渡した佐久小さが軍の人質は、9月17日に、徳川家康に引き渡され、北条氏は、佐久小さが軍の諸将に離反されている。一方の敗れたカズマスは、6月27日の清ス会議に出席できず、小田家における、カマスの地位は急落した。 翌天正十一年正月、カズマスは、織田信高、柴田勝家に組みして、橋場秀吉と激突、秀吉方の大軍七万近くを相手に三月まで粘り、柴田勝家の南進後も、織田信夫と、ガモウジの兵二万近くの兵を、長島城に釘付けにしたが、勝家が、静ヶ岳の戦いで敗れ、4月23日に、 北の省において、自害、4月29日には信孝も岐阜城を落とされ、自害してしまう。残された数正は、長島城で牢城し続け維持を見せたが、7月に降伏。これにより数正は所領をすべて没収され、出家シリアンと合した。天正十二年の小牧、長久手の戦いが始まると、今度は、秀吉方として、織田信夫の家臣、久喜義隆と、 前田長貞を調略し、信夫の長島城と、徳川家康の清洲城の中間にある、蟹江城を攻略、徳川、織田の主力を相手に、半月以上籠城するがついには敗れ、伊勢に逃れた。しかしこの功により、秀吉から一万五千国を与えられ、大名に返り咲いた。同時に、数松は、天徳寺法、広市、三条道を呼び等と共に秀吉の東国外交を、 になってており佐竹義重や梶原正影と書状を交わしているその内容は、秀吉の北条性抜を予告するものであり、彼らの活動は、その後の北条氏にとって不利に働いたと考えられる。天正14年9月9日、滝川一益は病死した。残された滝川方の諸将の内由良国重と長尾秋長は、北条上高弘と同様に、 滝川一正と早々に手切れをして、北条氏についている。その他の諸将もすべて北条氏に振った。富岡秀隆は、神奈川の戦いにはどちらにも参人しなかったため、北条氏直より不信を買っている。内藤正月は、北条家に降り、美濃和城には、北条氏国が入ったが、内藤家に身を寄せていた、星名正俊正直親子は、北条勢に同行して、 信濃のに入り、高登城を奪還している。その後、星名正直は、徳川方に展示、真田正幸の上田白攻めに参加し、内藤正月は、北条方に泊まり、真田正幸の沼田白攻めに参加している。天正十年、北条高弘、真田正幸は、上杉影勝と結び、天正十二年、由楽二重長尾木長は、佐竹義重。 宇都宮国綱、佐野宗綱と結び、それぞれ北条氏から離反するが、佐田正幸を除いて皆敗れ、北条氏に再度振った。天正十八年の豊臣秀吉の小田原征伐において、佐田氏以外の諸将は、北条参加であったため、佐田正幸、佐野坊綱、由楽二重を除く諸子は皆没落した。なお佐田正幸の娘、お菊は、宇田頼継次に嫁いだが、 関ヶ原の戦いにより宇田氏が没落し、カズマスの孫、滝川一関と再婚している。ありがとうございます。